東北電力ネットワークは今日、今年夏の電力需給の見通しを発表しました。安定供給には供給量の余力である予備率が 3% 必要ですが、去年並みの猛暑の場合、7月は 3.1% と過去10年間の見通しの中で最も低くなっています。できる範囲で節電に心がけていただければ。東北電力ネットワークは予備率が 5% 未満となる見通しの2日前に需給逼迫準備情報を発表します。